皆さんこんにちは。非常識な人生を楽しむご機嫌高語録の時間がやってまいりました。本日のテーマはプロポーズしない男と愛を誓わない女というテーマについてお話をしてみたいと思います。まあ恋愛論というか、まあ恋愛、まあいろんなね形がありますよねっていうことを、まあ、ちょっとふと思い出したことがあったので語ってみようかなと思って、今喋ってるんですけどね。プロポーズをしない男っていうのはうちの旦那のことです。はい。別にプロポーズされてないです。ですってそんなのカミングアウトしてどうするんだって感じなんですけど、されてないんですよ。なんかね、まあ、照れくさいっていうのもあるのかもしれないんだけど、結婚しようとか言われてないんですね。あちらの家にご両親に、ね、会いにっていうか遊びに行ったぐらいの私感覚だったんですけど、でその時に、まあ、あちらのねお母さん、まあ、今の義理の母なんですけど、お母さんにまあねうちの旦那名前吉弘って言うんですけど、よかったらこのまま吉弘とね一緒に行って末永くいてもらえるとみたいに言われた時に、ただご飯食べに来ただけなんだけどって心の中でねちょっと思いながらも、なんか、まあ、そういうふうにねお母さんとかとまあ娘みたいな感じで、迎えてくれるみたいな雰囲気もいいなとかってまあ思ってたりとかはしてたんですけどね。結果私の家が結構ガタガタしていて、私はとにかく一刻も早く家を出たくって、でその、まあ、実家をね逃げるようにして家を出て一人暮らしを始める時に、まあ、一人暮らしだと心もとないだろうからっていうことで、まあ、付き合い始めて本当数ヶ月 半年ぐらいかのところで、まあ、ご挨拶行ってたのも 2,3 ヶ月前だったんですけど、でまあ家にね勤務地に2人とも渋谷の方に勤務をしていたので、私は日吉か、彼が渋谷の方だったんで、まあ、勤務地に近い方がいいでしょうということで、まあそのまま住んだらみたいな感じで親子5人で同棲みたいな、今で言うと同棲みたいなね言葉がありますけど、まあ、そんなことから結婚はしてないですけど、まあ、一緒に住んだらと言われ、そして、まあ、住み始めた、まあ、物騒だからっていうことですね、私が一人暮らしだったら。なんでまあそんな風にね住むんだったらっていうことがあるのであれば、まあじゃあお互いにねそれでいいんだったらっていうことで席でも入れたらみたいな話になって、まあそれでなんだかトントントンと話が進んで、24歳の時です。私今51なんでもう約26年前の話になりますけどね。はい。私当時の私も今もそうですけど、全然仕事を辞めるつもりもなくてバリバリ仕事をするつもりで、まあ一生下手すると独身かな、まあそれでもいいかぐらいな感じで、子供はまあ作らない、いらないっていうふうに思っていたので、それが世の中の人が子供をそうしちゃいけないって言ってるんじゃなくて、私の価値観です。私自身が母の重荷になってたんじゃないかとか、離婚の妨げになったんじゃないか、ね、子供がいるとなかなか経済的に自立するのが大変だしって思った記憶を自分がしたことがあって、自由に動くんだとそういう稼がない方がいいなっていうふうに思ってた。これ私の持論ですからね、全ての人を否定してるんじゃなくて、子供をね育ててちゃんと未来の宝を育ててるっていうお仕事はすごく立派なことだと思うし、全然私はそこは感謝っていうかね、時代の次の世代の子供たちを育ててくれてる方っていうのはすごい感謝してます。で、まあ、子供はいらないと思ってたから、結婚もしないかなって思ってたぐらいの勢いです。まあ、だけれども、まあ、そういうふうに言っていただくのと、まあ、単純にですね、もともと同期で友人だったもんですから気心も知れてたし、まあ家賃も半分になるしみたいな、そういう若干打算的なところもありまして、で通常はね嫁姑っていう関係も大変とかっていうのからすると、まあ、お母さんも非常にいいお母さんだったし、お父さんもね娘、男兄弟2人だったんで、まあ、娘として可愛がってくれるっていうならいいかなとか思って、それでまあじゃあ籍を入れようみたいなことになったんで、その流れの中です
だからですね、言われてないですよ結婚しようとかって、なんか流れの中で籍を入れるっていうことになりましてですね、まあそれでイコールそれが結婚みたいな形だったんですけどね。だからそれは別に恨みにも思ったりとか何も別に思っていなくてですね、まあまあありかみたいなぐらいの感じです。で結婚式っていうのも実はしていなくてですね、うちは式っていうのを挙げてなくて披露宴はやったんですね。友人とかにまあ結婚したよみたいなお祝いをね言おうかなって思ってて、だからいわゆるその神前もそうだし、まあ、神の前とかね、神の前とかね、キリスト教とか今いろいろあるじゃないですか、あれとかも全然していなくて、教会式もやってないし神前式もやってないので、そういう厳かな気分でですね愛を誓うっていうことはしていないんですね。はい、で、まあ、式を挙げなかった理由っていうのはいろいろあるんですけれども、まあ、ちょっとその実家の方のね関係、私の方の実家の方の父の関係、まあ、今父と母は離婚してるんで、もうそういう意味では関係がない人になってますけれども、まあちょっといろいろこう何て言うのかな、家の立場的に式をやるんならこういう形でみたいなのが結構面倒で、それに沿った形でやりたくなかったんで、もうしないというふうに決めればそこの意見が出てくることもなかったので、まあいいかっていうふうに思ったのと、まあ、それは物理的な問題ですね、対外的なところで、まあそうねっていうところがあったのと、あとはこれはまあこういうところで言う話じゃないのかもしれないけど、まあもういいでしょう、26年前のことだからですね、その24歳の時に、まあ、例えば神前式とかいろいろね、神父さんが仮にいたとしてですね、まあ、一生添い遂げることを誓いますかみたいなことを聞かれるじゃないですか。だけど私ある意味正直に生きていて、ある意味誠実に、自分に誠実に生きてるんですよということはですね、確かにその時の感情ではまあ一生っていう感じだけど、いや数年後とか数十年後までの気持ちまで保証できないなとかいう割と冷めた24歳だったんで、いや誓えますかとか言われたら困るなとか思って、誓えないかもしれないとか思ったら式として成り立たないじゃないですか、うん、だから、まあ、それもあって式なくてよかったかなとか思ったんですけどね。だってね、誓いますっていうとやっぱその誓いますっていう言葉が言霊とすれば、まあそれは誓うからいいんでしょうけど、ある意味呪縛になるイメージ、もともとやっぱり全てにおいて私縛られるっていうことがやっぱり好きじゃないんだなっていうことは自覚してるんですけれども、その決意を言うっていうのはいいんですよ。だけどその言った自分によって縛られるっていうのは良くないかなと思っていて、人って変わりますよね、移ろうものっていう感覚がその若い頃から私にはあって、愛情っていうのはもちろんあるんだろうけれども、なくなる時期もあるかもしれないと思ってたし、そんな死ぬまでの数十年を誓えるかって言われると、まあそんなにね深く考えないでノリって式でやるのかもしれないですけどね、セレモニーだからで言っとけばとりあえずなんか熱くラブラブみたいな感じじゃないですか。だから、まあ、言うのが普通なのかもしれないけど、やっぱその時からも普通じゃなかったんでしょうね。なんか違和感があるとか思って誓えないなとか、そんな数十年の先の自分の気持ちまで制約の土俵に乗っけられないとかね、妙に真面目で固いところがあって、だそれもあって式がなかったんです。だからしてないんですよ、披露宴だけ。だから例のいわゆる一般的なね、夫婦になってどうのこうのとかなんかいろいろ儀式やりますけれども、あれをしていないんです、私は。で割とじゃあそういう意味でね、まあ、冷めた人っていうことになるのかもしれないけれども、逆にその誓わなくてはいけないとか、そうであるべきであるとか、妻としてこうでなくてはならないっていう縛りは多分他の人よりは低くって、まあ変な話ですよ、私がじゃあ例えば仕事をねすごく頑張るとか、
場合によっては例えば自分の価値観の変化によって違うパートナーの方がいいとか思ったら当然離婚っていうことだってあり得るわけじゃないですか。で当然うちの旦那においても私じゃない人の方が、いいという場合とかが出てきたらそちらと結婚したいから私と離婚をしたいっていうことを言うかもしれないし、将来のことなんて分かんないじゃないですか。分かんないから今を大事に生きるっていう、今の感情は今の状態なだけだから未来を誓わないっていうことはある意味私にとってはすごく誠実な話で、だからこそ今を一生懸命生きるみたいなそういう思考なんですよね。これはですね、まあ、お互いがちゃんとそれを理解するタイプの人じゃないと、なんでお前は愛を誓えないんだとかね言われちゃったりとかされるとそれそれでバランス悪いですよね。で私が例えばあなたプロポーズしてくれなかったじゃないっていうタイプの人だとそれはそれでバランス悪いですよね。だから案外うちって、まあ、そういう意味ではバランス良かったのかなとか何気にふと思いついたりして思ってます。かたやプロポーズをしない男、かたや愛を誓わない女なんで、まあ、だから26年も特に大きなこともなく続いてるのかもしれないってふと思ったりしました。でまあその話を話そうかなって思った時にもう一つテーマで考えたのはどう言えばいいんだろうな、人って変わるんですよね。変わるんです。だから基本私は長くお付き合いしたい方はそれがお仕事のパートナーであり友人でありとても大事に思うし、その人の環境と状況が、まあ、どう変わっても本質的なものが変わらない限りはその人の人間性というものを信じているし、そういう意味では、まあ、愛してるっていうか、その人間性ということに対しての人間愛ですね、まあ、信頼に近いトラストに近い愛なのかもしれないですけど、まあ、信じてる。でだからといって信じた状態が変わったとしたらそれは裏切りになるのかっていうとそれは変容しただけっていうことになるので裏切りにはならないんですよね。ここを裏切りだと思うとあの人に私はこう信じてたのに騙されたとかね、やっぱそういう話になっちゃったりするんですけども、裏切りではないんですよね。自分がその形のその人を信じただけであって、その人が変わっていくことを受け入れられなければ離れることになるし、受け入れられるんだったらそのまま付き合いは継続する、変容しながらですね。だからこれ逆のパターンもありえて、私のケースで言うと成長の速度が速い、まあ、自分で言うのもなんなんだけどいろんな特にビジネスと私の生活っていうのは密接に関わっていて、私の人格形成とビジネスっていうのがくっついちゃってるぐらい関わってるぐらい、まあ、趣味化してる面白いアイテムなんで、まあ、そういう感覚でねどんどん仕事にのめり込んでいくと、まあある時には恋人に仕事と俺どっちが大事なんだとかいうふうに言われちゃいますしね、いやいや比べる範疇の問題じゃないしって言うとまたねそういうふうに冷静に言うとまた拗ねられたりとかですねあるから、まあ、今のうちの旦那はそれがないから別にずっといることになってるんですけどね、だから本当にまあ誰といるかっていうのは多分その人にとって、まあ、長く続くようなタイプの人は長くいられることになるんだろうし、そうじゃない時とかも変わったんだ、そして自分はどうしたいんだっていうことをつどつど選択をして、まあ、動いていければいいのかなっていうふうに思います。だから、まあ、私はうちの母が離婚してるからっていうわけじゃないんですけど、離婚に対しても別にネガティブなイメージないですし、ネガティブなイメージがあるとすると経済力のだけですね、女の人が離婚する場合に。そこがないとしづらいし自由が手に入れられにくいかなと思うから、まあだから経済力は必要よねと思って稼げる力は作っておきましょうねっていうことを提唱して、私はね今教えてるわけなんですけど、変な話、まあ、私は経済的にはですよ、別に今離婚しても大丈夫みたいな経済力にはなってますよね。だから
だからこそそこにいる意味は何なのかっていうことと、今自分がいるべきところと場所はどういう場所がいいのかっていうのは私自身も当然探すし、まあ、当然うちのパートナーもそれを探すべきだと思うんですよね。でお互いの状態で居心地が良ければ一緒にいたらいいし、居心地が悪くてバランスが悪いんだったら離れて一人になるのか違うパートナーと一緒になるのかっていうぐらいの感覚、まあ、これは子供がいない場合の話ですけどね、まあ、お子さんがいる場合にはお子さんの人生っていうのが関わってくるので私はそこには言及はできないんですけれども、まあ、基本的には子供も子の人間として、要は私が子供でいた時に母が私たちがいることで離婚を躊躇した数年、まあ、私の中では空白の数年、まあ、空虚な数年なんだろうな、もっとその数年とかがなければ自由に生きられたんだろうなっていうふうに思うと、それを子供が知ってるっていうのもまああんまりね、いいことじゃないかと思うんで、母親特にお母さんにはね自由な人生を好きなように生きるっていうのはいいことかなと思うし、パートナーとの関係においても話し合いは当然必要なんですけれども、絶対的に押し殺して生きるべきものでもないですしね、まあ、かえってなんか離れた方がなんか仲良く友達になってるとかいう話も最近よく聞きますからね。はい、まあコロナのことがあって多分話し合うというか触れ合う時間が増えたせいなのか、まあ流行りの言葉を使うのはあまり好きではありませんが、コロナ離婚とかねそんな言葉とかもあるぐらいだし、この人間として生きる上で自分がどう生きたいのかっていう、まあ、究極はそこになるので、まあ世間体とか形式とかそういうのはね、あんま関係ないかなっていうふうに思ってるんです。だから私たちは愛も誓ってないしプロポーズもされてないけどなんやかんや26で言いますしね、だから、まあ、これからだってね末永くむつまじくとかそんな保証はどこにあるか分かりません。ただ今いい状態にいるからそこにいるっていうだけで、今を生きるっていうことはそういうことなんじゃないかなとは思ってます。だから例えばね、若い人たちとかは将来に向かって何もね見えないから財産は持たない、何をしない、車を持たない、家も買わないとか、まあ、それも全然 OK なんですけど、いや別に買いたかったら買えばいいし売りたかったら売ればいいっていうそれくらいの感覚な雰囲気だと結構体が身軽になるので、いろんな人生選べるようになるし、あの時こう言ったじゃないみたいな、そういうことは変わったんだ、あこの人は今そのステージに入ったんだというふうに思って再度付き合い直しができれば一緒にいたらいいし、相手は相手の人生を持っている人で人格を持っている人なので、まあ、あなたの思い通りにはならないということですね、基本的には。だから あの時ああ言ったのにっていう、ああ言ったその人が好きだったんだったらそれにもうならないって思うんだったら自分から離れてもいいっていうことですね、そういう人が好きだったらですよ。なんで、まあ、男女の、まあ、関係もそうだし、あとは、まあ、夫婦関係もそうだし友人関係もそうなんですけど、人間は変化変容を繰り返すので、そのステージと段階において付き合いたい人と離れていく人っていうのが当然出てくるので、特に2020年のこのコロナのことによって人間関係の、まあ、根幹本質っていうのが暴かれた時代なんじゃないのかなっていうふうに感じてます。だからご自身でもね、いろんな周りに何かが起きてる人も多いと思うんですよ。もう本当に女性の場合なんかだともう離婚っていうような状態になるケースとかもちらほら周りで聞いていたりとかね、そういう話とかも聞きます。いろんな状況があると思うんですけどね。でもまあそれは2人で話し合って、まあ、結果決めていることなので、まあその状態になった自分で一番いいベストな選択を行っていく分においては、
必然なので起こるべきことは、そしてその必然の要因は過去の自分が基本は作っているので、作っているのでっていうのは悪い意味じゃなくて望んでるっていうことです。基本的には基本的には望んでるから今その状態になってるっていうのがほとんどです。いいことも悪いことも望んだからそうなってるっていう自分の人生に責任を持つ生き方ができると、他人軸で生きないことになるので選択の自由が増えて結構楽になれますけどね、はい、っていうのを、まあ、ちょっとキャッチーなタイトルからですね、私の、まあ、過去の話も含めて私の結婚論というか恋愛論というか持論ですねまあこれをちょっとお伝えしてみようかなと思いました。何気に面白いでしょ、プロポーズをしない男とは愛を誓わない女ですよ。なんかそれはそれでちょうどいいんじゃないかみたいな感じですけどね、はい、そんなよもやま話でした。それでは